こんにちは。世界のジャイブサロンジャイブ研究所所長のぶです。今日はどんなお話をしようかなっていうところですね。ジャイブ研究所の所長としてはね、ちゃんとした話をしようと思ってるんですけどね。今日はちょっと気まじめな話をしてみようかなとちょっと思います。これはどういう話かっていうと、これ結構ね重要なんですね。今日はスキルっていうかね、本当にちょっとしたお話なんだけども、重要です。かなり重要です。本当にね、こう一生懸命学んでいてもね、本当に上達するかしないかっていう、そういうのぐらい瀬戸際ですね。だからまあ実は同じテキスト、ね、上達すると上達同じことをやってても上達する人と上達しない人っていうのがどうしても出てくるんですよ。同じテキストで学んでてもね、そのちょっと差はどういうところにあるかっていうことをちょっとね、気まじめにちょっとお話ししていこうかな。今日はだからまあそれによって全然違ってない。だからスクールなんかでもやってて、同じことをね、教えてるんだけども、最終的に夕方になったら身につけるものが全然違ったりするんですよね。それってのは思考なんですね。その人の考え方のちょっと違いなんですよ。そこだけ、こう正せばっていうかね、いい方に持っていけばもういいかなっていうことをね、すごい感じたものでちょっとお話ししていきます。同じテキストを使っても、同じことを学んでもね、人によって吸収、成長スピードが全然違うっていうことなんですね。先ほど言ったようなことですね。で、その差はどこから来るのかっていうことです。その原因のね、一端がね、個人の思考パターンにあるっていうことなんですよ。この個人の思考パターンっていうところがね、結構ね、ポイントです。だからまあ、考え方が違っちゃうってことなんですね。同じ言葉を、同じ文章を読んでも。そこがね、結構ね、重要で、成長スピードを自ら、遅らせてしまうっていうね、思考の癖っていうのは、ね、一体どのようなものかっていうのは、ね、ちょっとこれをちょっと説明していきます。そして成長スピードを加速させるには一体どうすればよいのかっていうことに、ね、ついてちょっとお話ししましょうっていうところです。成長スピードが遅い人が使っているある口癖っていうのが実用とあるんですよ。これをねちょっとね、お伝えして、これ使ってる人は結構やばいですからこれ使わないようにすればいいってことです。使うってことはその思考にあるってことですかね。その言葉がね出てくるようだったら、もし自分に置き換えて出てくるようだったら、これは変えましょうっていう、それがこう成長スピードが、まあ、今日は本当にそれだけですよ。それを変えるっていうだけで、本当にもう同じテキスト、同じ言葉、同じ文章を見ただけで差が出てるっていうことがなくなる。逆に言うと、もっともっとこう吸収できるっていうことですね。で、成長意欲の高い方っていうのはね、普段からね、こう、ファミリーね、世界ジャイボーファミリーじゃないか、世界ジャイボー、サロンに入っててね、真剣に隅から隅まで学んでるっていうことだと思うんですよ。文章が来た、動画が来たって言ったら、動画見ながら言葉をしっかりと耳に入れて、で頭で想像しながらこうやって。でこの時の同じことをやっていてもね、人によって成長の速度に差が出てしまうっていうことなんですよ。それがなぜかっていうのはね、先ほど言った、口癖っていうところからちょっと紐解いていこうかなと思います。でもちろんこの成長っていうのはね、差っていうのはね、こうベースとなる知識を持ってるっていうところがね、ちょっとね、要因にも大きな要因になるんですけどもね、それ以上にね、ある思考パターン、癖ですね、これが成長速度を高めたり低くしたりっていうことにが私は気づいたんですね。それで、それでとか、それはね、やる気っていう問題、目的意識っていう問題っていうのもね、当然あるんですけども、そうじゃない影響っていうのが本当に大きいんですね。で、最も大きいものっていうのは、まあ、これ単純にこう誰が言っても分かると思うんですけど、素直に情報を受け入れるのか、それとも自分の参照枠ね、自分が今まで経験したこの枠に当てはめてね、情報を受け入れるのかっていう、この差なんですよね。本当に素直に本当に言われたことを受け入れるのか、でそれとも、自分の参照枠に当てはめて情報を受け入れるのかっていうこと、これは本当にね、教えててコーチングしてすっごい感じですね。ある程度やってきて、中級から上級者のベテランの人をジャイブを教えると、
これなかなか受注とうまくならないんですよ。これはどういうか、どういうことかというと、参照枠に当てはめちゃうんですよ、今までの経験とかを、うん、で逆に言うと全くセールアップから教えてあげて、それである程度プレーニングできてジャイブを教えてあげる、こっちの人が全く早いんですよ。まっさらの状態の脳みその中にどんどん情報を入れるから弾かないんですよね、うん、最初に言ったね、こうベテランさんは弾いちゃうんですよ、いろんな経験から。そこがね、こうすごい差を感じたってとこなんですね。で私たちの頭の中ってね、この参照枠、参照フィルターって呼ぶのかな、これを大体持ってるんですね。で参照枠っていうのは過去のね、知識、経験、記憶、価値観、思い込みっていうのがすごいんですよ。これだからもう、まあ、知識とか情報はいいんですけども、それがあることによって弾いてしまうっていう力が出ちゃうってことなんですね。で、まあ、具体的にこれちょっと言うと、大体こうベテランさんとか、中級者さんからベテランさんで情報をすごいいっぱい入っちゃってる人っていうのは、大体こういう表現、口癖が言うんですね。それってつまり丸々のことだよねっていうことになっちゃうんですよ。うん、だからまあ同じテキストが来たり、同じ動画が来たり、同じ音声が来たりしてても、そこによってブロックしちゃうんですよ。そういうことなんですよ。まあ例えて言うなら、それってスノーボードで言えばエッジ売れることだよねって置き換えちゃうんですよ、自分のフィルターに。それとは全く違うことなのかもしれないのに置き換えちゃうんですよ。これは余計な情報がいっぱい入ってることでね。でこんな風にですね、新しい情報としてね、素直に受け入れないんですよ。過去のね、参照フィルターっていうね、フィルターを通しちゃうんですね、うん、そして自分なりの解釈に歪めてしまう、で受け取ってしまうっていうことなんですよ。ここがね、一番の問題なんです。これを本当に私ずっと教えてて、やっぱりベテランさんってなかなかそこのね、なんだろう、こう壁を越えられないっていう、壁っていうのかな、だからよく全部過去のことはちょっと一回捨てましょうっていうことを言うんですよ。まあ私のメンバーさんに入った人にはね、一回過去のことを一回全部捨てましょう、そして私がこう教えてることをちょっと素直に全部こうフィルターを通さずに、まあフィルターを通さずにっていうのはね、ああ言わないんだけども、でも今回この音声でね、しっかりとそれをちょっと伝えていこうかなと思って、うん、本当にこれって結構重要。だからまあベテランさんの中でも本当にそういうこう捨てることができて、あ、俺はもうこの人についていこうっていう気持ちが出てきた時に、素直にこう受けてってくれる方は本当に早いんですよ。ただやっぱり、あの人が言ってたよね、あの人はこんなこと言ってたよね、この人はこんなこと言ってたなっていう人がやっぱりね、なかなか素直に入らないので時間かかるんですよ。同じ質問を繰り返す人っていうのは大体そうなんですよ。私がこう言いました、でもそんなこと、じゃあやってみます、でまた同じね、でもこの前やったんだけど、こうな、これこれこうなんですよね、でこれが3回4回続くっていうね、同じことを繰り返すっていうことを起きちゃうんですね。でこれはやっぱり周りからの影響だったり、自分の参照フィルター、周りからの影響による参照フィルターがすっごいフィルターを通す、それもきめの細かいフィルターになっちゃうんですね。大雑把なフィルターだったらまだいいんだけども、きめが細かすぎて私の言ってることがそこを通んないぐらい細かい時あるんですね、うん、そういうことですね。だからせっかくね、新しく学んだ情報ね、それをね、過去の参照枠を通してね、思考してしまうっていうね、ことが起きてしまう。で新しい知識が、ね、新しいものとして認知されないんですよ、頭の中で、うん、それがね、やっぱりね、本当に成長スピード、本当に著しくっていう感じでね、低下させてしまうってことになってしまう。多分ね、ベテランさんとかね、中堅者、多分これを聞いた時にちょっと耳が痛いなと思うこともあると思いますよ、うん、まあそれを思っただけでも成長するんですね。まだそれ聞いただけでも思ってない人もいる、いや何やらそんなこと言ってんだっていう人も結構いるわけですよ、うん、お前誰なんだよっていうねそんな偉そうなこと言ってみたいな人はもうほぼ成長しないですね、うん、そういうことなんですよ。まあ、メンバーさんに語りかけるっていうことで今やってるんだけど、メンバーさんはね、自分が上手くなりたくて、あ、この人だったら教わろうと思っているので、多分素直にポーンと受けてくれてくれるかもしれないけど、これ最初に初めて聞いた人はね、多分先ほど私が言ったのかと思うと思うんですね。お前誰なんだよみたいな、
お前にが言ってたって俺は聞かないよっていう最初からそういう気持ち、疑いの気持ちがあるともう全部そうなっていうことになるわけね、うん、だからまあ私のこのね、サロンのメンバーに入る入んないとか関係なしにこれを聞いた人は素直に受けるっていうことをねちょっと考えた方がいいと思いますね、うん、だからまあ、 いろんな人に聞くと、まあ、いろんな人っていうかプロの人に聞いたらそれを素直に受けるっていうことをねしっかりと考えてやってる。だから自分がこの人だと思った人はもう完璧に信用する、うん、全く疑いを持たない、一回必ず体にその頭の中に全部入れる、うん、それでやってみる。でそこからもし考えるんだったらそこから考えた方がいいですね。最初からこうフィルターを通すっていうやり方はしない方がいいと思います、うん、これは本当にねサロン関係なしにあなたが本当にうまくなるっていろんな人に聞く場合は絶対そういうことを思った方がいいと思いますね、うん、でまあ成長スピードってね本当に低下させてしまうっていうことを、ね、しっかりとそれを考える。確かにねいいやり方だと思うけどでも自分にはねっていうねさっきと同じことですね、うん、それってつまり何々のことだよねとかね、確かにいいやり方いい考え方だと思うけどでもねっていう話なんですね。でこういう本当にメンタルブロックっていうのはね、ある意味ね過去の参照枠の一つってことなんですね、うん、経験自分の経験だったりいろんなこと情報を枠の中に一つを入れてしまうということになってしまう、うん、で誰かがねジャイブ目標持とうと言ってた時にねその人が表現している目標とはね、指さしているものはね確認しないままね全然確認しない、ジャイブの目標持とうって言った時に全然それを確認しないでジャイブの目標とは未来の理想像のことだよねっていうふうに勝手に思っちゃったりするこれ独自の解釈ってことですね。だからジャイブの目標っていうのはもしかしたらそういうことじゃないかもしれないんだけどもそういうふうに勝手だからそういう思ってしまう人は多いんですね。私なんかどっちかというとそういうふうに思ってしまう方なんですね。自分の解釈っていうのはすごい強いんですね私はね、うん、だからそれをこう取っ払うためにはどういうことかっていうと本当に自分が、理想とするっていうかね本当にこの人はすごいこの人は本当にすごいこの人みたいになりたいっていう人を選ばなくちゃいけない。そうするとねこの勝手な解釈というのはなくなるんですよ。独自の自分の過去のフィルターも通さなくなるんですよ。それみんなできてない。いろんなビデオを見ていろんな動画を見ていろんな人のを見て、まあ、すごいすごいすごいっていうふうに思うんだけども結局はねフィルターを通しちゃうんですよ。そうなると捨てられない、うん、その何フィルターを捨てられない。でも本当にこの人に絶対なりたい、この人は多分俺は多分地球上で一番すごい人だと思って今このね、このジャイバーこのボトムターンはすごいって思った時に初めて、その解釈独自の解釈がなくなるんで必ずそういう人を支持するっていうそういう人を目標にするってことにした方が絶対いいです、うん、これはね本当にもういろんなことを教えててそう思いますね。そうするとね過去の知識や、ね、経験参照枠っていうのは照らし合わせて勝手なことをしなくなります。私はそれで勝手なことをしなくなったんですよそういうことなんです。そうすると他の人の情報も逆に言うと入らなくなる。自分がそうやって決めたらねこの人はすごい世界一だ宇宙一だこの人絶対なりたいと思った時に初めてもうその辺のね、なんか私はもうそれを世界のトップライダーみたいな選手をちょっとこうそう思ったんですね。だから日本のプロが言ってることさえ聞かなかったんですね私の場合は、うんうん、聞かないっていうかあそれ間違ってますよじゃないんですよ。聞かないんです鼻から耳に入ってこない。何を言っても、うん、だからいろんなこうなんとかスクールとかね無料スクールとかどっかの海岸でやりますよとかね、うん特別にじゃあ、このシーズンなんでプロ連中がみんな集まった子教えますよってそういうところ全く興味がないし全く参加しなかったですね。第一私にはそれ以上の人がいるわけですからそんな情報いらないわけですよ。そんな中途半端なこう細かいそんなあのわけのわからないって言っちゃうと失礼ですけどそういう情報いらないわけですよ。そういうふうになるんですね。その時に初めて自分の中でやったものが全部こう過去の知識や経験が捨てられたっていうことになったっていうことです。だから今まで言ったことが同じことを学んでも成長する人としない人っていう大きく分けてしまう分岐点となっている。
だからアマチュアの中で結構いっぱいですね。アマチュアの結構上手い人が結構いっぱいいるじゃないですか。そうしたらいろんな情報でいろんなビデオを見てすごい研究したんですよ。でいろんなプロとな友達にもなっていろんな情報を聞いたんですよって言っててもそれ以上には絶対ならないんですよ。逆に言うとたった一人の師匠とかメンターを探した人がそこに向かって突き進んだ人の方が圧倒的に速いスピードで上手くなるんですよ。で飛び抜けたレベルに行くんですよ。これって本当に重要ですよ、だからほとんどのこうあまりある程度うまくなるのがそれ以上うまくならなかった人っていうのは大体それなんですよ。私がずっとね40年間見ててね、だからそこがね大きなこうだからいろんな情報を入れてねいろんなことを人の話を聞いてっていう方がうまくなると思うじゃないですか。一般の人はほぼ多分ほとんどの人がそう思うんじゃないか、でも実言うとそうじゃないです、なんかいろんなこうイベントにねスクールイベントとかいろんなこう無料のイベントとか結構あるじゃないですか。ああいうところに参加をいつもしてる人ほどそんなには飛び抜けてうまくならないってことはそこにあるんですね。でいつも悩んで質問ばっかりしてるんですよ。そういう人って必ずこれ多分ね多分まあ想像したりとか見てれば周りの人見てれば分かると思います。あそこの行ってきたあそこ行ってきたあそこのなんか受けてきたあそこの受けてきたって人ほどいつも質問ばっかりしててうまくならないですね。情報がごちゃごちゃしててもう自分で取り返しがつかなくてなんでいつでも悩んでみたいになっちゃうってことなんですね、そういうことですね、だからねこれがね本当にもう難しいコミュニケーションっていうね複雑にしてしまってるっていうことですね。で私たちが日々受けるね情報の中にはねもちろん取捨選択していかないっていうと危険なものってすごいあるんですよ。必要なものを受ける必要じゃないものを捨てるっていう選択をどん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 していかなくちゃ、これを本当にしていかないと本当に先ほどずっと話しているような危険なことになってしまう、だからこの人から学んでみようとかねこの本から学んでみようとかね、本から学ぶって今ないのかビデオから学ぼうとかね、この教材から学んでみようとかね一旦決めたのであればねこれはね本当に自分の参照枠をね一旦脇に置いておいて脇に置いておいてじゃねえこれねもうね捨てちゃうね燃やしちゃうってぐらい、燃やしちゃうから本当にもう、大きな金庫の端っこに置いても鍵かけてその鍵もどっかのまた違う金庫のに入れてしまっておくぐらいの気持ちで置いておいてくださいっていうことですね。でその相手の参照枠で考えるってことをね思考するってことは本当に一気にやめる絶対やめる。そうすることによって本当に全てがどん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 乾いたスポンジの中に入ってくるように入ってきて一気に加速して上達します。これは本当に私が40年経験してきていろんな人を見てた中での体験です。だからこれは正しいと思います。本当に正しいと思う。だから絶対にそうしてください。どんな人をどんな形で、師匠メンターって呼んでも別にそれは誰でも構わないですから、そのね思考っていうのだけはもう絶対にね忘れないで今日言ったことね、をちゃんとしっかり頭に入れてください。だからそれってつまり何々だよねとかねあの人はこう言ってるでもねっていうこのでもねとかねなんとかだよねっていうことは絶対に使わない。この言葉は使わないようにすると一気に上達します。自分で驚くほどどん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 吸収していきます。今までなかなかこう壁を越えなくてなかなかうまくなった人が本当に一気にねうわーってうまくなっちゃう。おー俺ってまだまだいけるねっていうふうに思うようになりますよ。だからね無意識にこうしてね自分の参照枠に当てはめてしまうっていう思考ね癖が、身についていないかこれたまにチェックしてみた方がいいですね。本当にチェックした方がいいです、チェックしてチェックすることによって本当にもう悩みとかねそんなことなくなって一気にどん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 解消してどんどん上手くなりますから、いいですか。そういうことです、ぜひともねここ何年か、半年とかね1年でもいいです。それで、半年後1年後にねうわすげえ俺本当に上手くなっちゃったジャイブ本当にすげえんだよね俺ジャイブすると人が見るんだよねみたいなで質問してくれるんだよねっていう風になりましょうよっていうところなんですね。本当にそうすると楽しいですよ。ベーンってもううわ気持ちいいなジャイブって本当にインドサーフィン楽しいなジャイブ楽しいなって思えるような自分になりましょう。以上です。本日もありがとうございました。